Ay. ただいま。もしもし。ただいま。もしもし。あ、ただいま。パパだよ。遅くなったけど今帰ったとこ。どうだ。お前勉強してるか。え？え？うるさいって。面白い言い方するな。テレビで流行ってんのかな。もしもし。もしもし。とにかくさ、ママに買ってくれる？あ、もしもし。え？手が離せない？なんでそんな忙しいの、ママ。何してんだこんな時間に。あれ？もしもし。もしもし、パパだ。切れちゃったね、なんか。いやね、ママに最初に言おうと思ったんだけどさ、すごいニュースがあるんだよ。なんだと思う？うん、パパね、実はね、本社に戻れるかもしれないんだよ。やっただろ、すごいだろ。もう3年間も寂しい思いさせちゃったけどさ、もうしばらくの辛抱だからな。あれ？もしもし。なんで留守電になっちゃうんだよ。おかしいだろう。おかしいだろう。おかしいんだよ。おかしくなっちゃってんだよ、ママもチビも。まあな、まあな、頼りになるお父さんが大黒柱がさ、一緒に暮らしてないってのは不安なもんなんだよ。理想の夫、理想の父親が会社のためとか言って急にいなくなっちゃってさ、いつの間にかもう3年だよ。そりゃ不安だよ。おかしくもなるよ。俺でさえ独り言多くなっちゃったもんな、ここのとこ。大丈夫、もう大丈夫だ。もうすぐ帰るぞ。パパもうすぐ帰るからな。幸せがやってくるぞ。ごめんなさい。すいません、静かにしますから。今日はどこにいるの？一人じゃない、一人ぼっちなんかじゃないぞ俺が。おかしいんだよ、おかしくなっちゃってんだよ、ママちびの。大丈夫、一人じゃない、一人ぼっちなんかじゃないよ俺は。大丈夫、もう大丈夫。帰るからな、パパもうすぐ帰るからな。待ってろよ、もうすぐ帰るからな。おかしいんだよ、おかしくなっちゃってんだよ隣の若造は。大丈夫、大丈夫だ、帰るからな、もうすぐ。一人ぼっちじゃないぞ。帰るからな。大丈夫だよ。おかしいもん。おかしくなっちゃってんだよ。どうなんだよ、加藤は。大丈夫だよ。おかしいぞ。おかしくなっちゃってんだよ。